はじめの一歩、星さん。主人公は高校生のいじめられっ子のオス。主人公の家は貧乏な釣り補助する店で、火曜の手伝いで足場の不安定な船の上で長時間体幹を鍛えるということができており、また常にいじめっ子というか犯罪者の高校生たちから傷害罪まがいの行動をされ続けていたために動体視力が鍛えられていたという感じ。さっさと警察に訴えるのぜ。そんな感じの導入が入った後にプロボクサー高村守に出会って鴨川ボクシングジムに入門。強いとは何か？をテーマにボクシングでチャンピオンになるというスポコン漫画。この漫画は平成の漫画ながら、スポコンというジャンルで長期連載を当てたとても稀有な漫画です。昔はスポコン漫画って量産されるくらいはドル箱ジャンルだったのぜ。だけど漫画として時代のニーズに合わなくなったからスポコンで当てるってなると、ゆるゆる要素を入れるとか主人公をトリックスターにするとかひねりが必要になったのぜ。この漫画はそういうモダナイズされた漫画ではなくあくまでも昔のスポコン漫画のように王道を行く展開やキャラデザをしているのですが、それでも当てたという極めて稀有な漫画です。漫画として、敵キャラにホワイトファングのような必殺技を使わせるとか、していますが導入からバトル展開まで全て王道を行く感じですがとても面白いです。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よ。